いいっすよ、いいっす。もう味わってるんですか、はい、バッテリーが持つか。あ、そうですね、一応まああれ、替えのバッテリー持ってきたかな。あ、もうすでに買ってるんですね。あ、買ってます。ありました、大丈夫です。素晴らしい。だから、まあ、4時間ぐらいは持つんじゃないかなと思いますけどまあ、あのモバイルバッテリーは僕持ってますけどね。あ、自分も持ってきたね。出ますか。はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。っていうか、こんなね、うん、あの、はい、普段あんまり降らないんですよ、この町。あ、そうなんですかそれがなんか僕が住みたい理由の一つでもあって、はい、あ、ほぼほぼ一年中雨降らないっていう、で気温もなんか20度前後で過ごしやすいっていうのが、はい、この町の売りのはずなんですけど、はいはいはい、今日に限ってめちゃめちゃ大嵐です。いやー、結構まあ今ちょっと降ってないから大丈夫ですけどね直前、今来るもう5分前ぐらいとかめちゃめちゃすごかったんですよ。あ、そうなんですか。はい、あの荷物運ぶカートみたいあるじゃないですか、あれが風に流されてバーってものすごい勢いで走ってて、僕がちょうど来たらカートがもう目の前をすごい勢いで走ってて、お兄さんが僕のことを案内しようとしたけど、そんなことよりカートカートって言ったらバーって漫画みたいに走ってて大丈夫かと思って。いや、すごい風、すごいっすもんね。風がね、だほんとないんですよ。みんなでも傘さしてないじゃないですか。あ、そうですね、多分傘持ってないんですよ。ああ、めったにもう傘自体持ってないですか。 傘持ってないです。うちも、僕も3年ぐらい傘持ってなくて、はい、なんか奥さんは一応買っとくって言って買ったけど、はい、年一発動するかどうかみたいな。もう超いいタイミングに当たっちゃいましたねなんか結構記録的嵐が来てるみたいな話題になってるタイミングでした。あ、そんな、はい、話題になるぐらいだった。そう、ちょっとなんか今これトラッキング、はいはい、あ、トラベルモードにしないとダメじゃないですか。あのコントロールセンターでトラベルモードをありましたよ。それやると機内とかでは大丈夫です。なるほど。これあれ、コントロールセンターが出ないですね。あのなんかコントロールセンター出し方難しくないですか、あの上を。そうですね、若干なんかピンポイントじゃないといかないですよね。あ、しかもなんかトラッキングフィールドになってる画面でコントロールセンター出ないんですよね。あ、ずっと一回ホーム長押しとかでリセットできないですか、そのリューズの。うん、あ、でも変わんないっすね。ちょっと止まっ、なんか一回こう止まれば、信号で止まる。止まればいけるか。どうでしょう。これどこでトラッキングしてるんですかね。でも、あ、来た。この間に。浮きます。あ。でも全然なんか。いけますか。いけますね。まあちょっと視野角は狭いなっていう感じですけど、まあ許容範囲というか解像度もいいんで全然。もうナンバープレートとかも読めますか。対向車は読めないですけど、こっちの多分速いと見えない可能性ありますね。 あれがブレちゃうんですかね、シャッタースピード的に。それあるかもしれないですね、うん、うわ、なんか木がなかなかこの状況、街が荒れてます。荒れてんだか嵐で荒れてんだか、ある意味分かんなくなっている結構治安が、もうこっちはちょっとね、あんまり、だこの今昨日あのディスコードで話してましたけど、はい、海沿いからストリート、今7じゃないですか、ミスターブヤルさんがいるところが。ああ、7。そう、これあの信号に対してだいたい信号の下あたりにあのストリートの番号が書いてあるんですけど、はい、これがあのなんていうんですか、対角上のこの ナンバープレートがある方向の道路の名前なんですよ。だから今この目の前を通ってるのが7ストリートなんですけど。あ、こう。そう、こうです。その読み方を覚えと
くと結構便利なんですけど、うん、この7はどっちを言ってるんだってちょっと分からなくなるじゃないですか。そうですね。あくまでもこの今走ってるのは7じゃなくて、これはミッションっていうストリートなんですけど、なんかこう必ず信号見た時に乗ってるやつがこのクロスしている道の名前なんですよ。わかります。なんか僕もこれ説明がうまくできないんですけど、信号ごとってなんか、そう、基本信号ごとにあって、日本もなんか書いててありますよ。ありますよね。あれって日本と逆だったんだっけな。これも今だから8って書いてあって、目の前を通ってるこの交差点の通ってるところが8のストリートなんですけど、わかります？あの信号の下にちょっとあのこれ被っかけてるんでなんか見にくいのもあるかもしれない。ビジョンプロ見ながらだからです。看板まで全部見えない。あ、これ何位は見えるんじゃないですか。あの何位、あの青緑のでかい看板で上に。あ、見えました見えました、ありました。ああいうやつ。ああ789。789って今どん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 数字が西に行くほど上がっていくんですけど、あ、今東から西に進んでるんで。なるほど、はい、だけどあのまあなんか6とか7とか数字が6以上ぐらいになってくるとあんまり治安がよろしくないので、あ、そう、あんまりおすすめしない。だからサードはまあいい方でしたけど、でも、まあ、あ、住んでるです、ホテルのとこです、はい、ホテルのとこです。あ、ホテルのとこはいいですよね。隣もまあも、はい、あの近代美術館ありますし。あ、そうでしたね、なんかありましたね。ちょっと機内モードにするんですか。そうだと思います。あのコントロールセンターのなんか、それでもダメですか。ダメですね、飛んじゃいますね。でも他ないですよね。トラベルモード、機内モード、機内モードじゃないですよ、トラベルモードってやつです。機内モードはなんか Wi-Fi 切るだけ。トラベルモードの横にありません。そっちなんですね、はい、飛行機マーク、飛行機マークの隣だったと思う。あ、そうなんですね、はい。僕も昨日夜寝落ちしながらやろうと思っていろいろ調べたら、はい、寝落ちはあの移動じゃないから、はい、やっぱり真っ暗にしちゃダメですね。あ、うん、当たり前なんですけど、はい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 、あ、行けたかもしれないです。来た。あれ、なんか遠くにコントロールセンターがあります。あ、でもそれをリューズ長押ししたらリセットされません、はい、ホームボタンの。なんかならないですね。ならないんだ、帰りの飛行機で使う練習をしないと。そうですね、もう前の車とこの車の真ん中ら辺にあります。あ、操作メニューが操作メニュー3メートル前ぐらい。何なんでしょうね、それどうやって戻すんだろう。一回止まればあれするのかな。これあらかじめ設定して乗らないといけないですね。そんな設定あるんですか。あ、多分トラベルモード、あ、トラベルモードの設定がありました。はい、あの車に乗る前に多分設定して、今いけんじゃないですか。どうですか。でもオンに合ってるんですけどね。トラベルモード難しいっすよね。なんかこの辺がうまくならないっすね。やっぱりクエスト3もですけど、でクエスト3ですらあれですもんね、なんかあのトラッキングオフにしても、はい、飛ぶときは飛びますよね。ああ、なんか、うん、明るさとか、ね、そうそう、明るさだと思いますね。あ、なんか機内で使っててヘッドトラッキングオフにすると、はい、比較的安定はするんですけど、はい、あの夜になってこう機内の電気消されて真っ暗になると突然、はい、吹っ飛びますもんね。ああ、ですよね、うん、急に映画の画面がどんどん遠のいていっちゃって、ああみたいな。あれ、なんかトラッキングオフなのになんかやってるんですか。なんかやってんでしょうね。なんか行けたっぽいんですけど、あ、ちょっとブレてます、ね、なんかちょっとブレてます、ね、でもいけるっちゃいける。固定はされたんですね。固定はされたですね。このまま信号を通過。その後右側2車線を通行、ブレてる感じが。その後斜めドリフトしちゃうパン、
でもそれだと飛行機の中でも辛いですね。確かにそうですね。だからなんなん高速になったら安定するかもしれないですね。今がこう道が下道でバタ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 してるけど、はいはいはい、この今高速乗るんで、はい、あわよくば安定を期待したい。期待したいですこのダイブ感すごいですひたすらビジョンプロで車を乗る設定をするのを見させられる。しかも画面は見れないっていう。いや確かにそうっすね。これ画面どうすんですか、はい、あの、はい、配信者的に。あ、画面収録できました。あ、収録を裏でしたストラ。あ、今もうしてる感じですか。いや今してないんですけど、はい、あ、だからしてみようか。すればいけますか。そうですね、いきますね。あの昨日それで一応動画撮影だけはして、はい、うん、そうなんですね、はい、そのためだけにストレージ大きい方が良かったんじゃないかってちょっと後悔しましたけど。あー、でも1時間で5ギガとか。あー、じゃあ全然余裕ですね。はい、全然。僕も、え、ミスターベアルさんのそれ1テラですか。いや、256で。あ、一番下げましたね。しました。そうっすね、クエスト3とかでもいらないっすよね。全然あのフルになったことないんで。うん、そうそう、僕もあのヘッドマウントの内蔵ストレージはほぼほぼ使わないなっていう経験上、いら2頃でもいいかなと思ったけど、はい、ちょっとビビって512にしたんですけど。あ、結構でもなんか1テラが一番最初に売れたみたいで。あ、そうなんですか。はい、へえ。だ、多分そのあんまりなんですか、ヘッドマウント慣れてないけど新しいもの好きな人が結構飛びつくじゃないですか。あ、そんでなんか容量の制限でできないことがあったら嫌だって思って、あ、みんな持っといたんじゃないかって勝手に推測してるんですけどまあ、アップルユーザーの人はもう大体フル容量買うっていう。いや、そんなことはないと思いますね。あのフルだと、まあ、ノートだと8テラとかなんですけど、あ、結構そのストレージだけで桁が1個変わってっちゃうみたいな、こう、その何ですか、10万円ぐらい増えちゃうとかなっちゃうと思うんで、あ、そこまでは多分2テラが一番、デスクトップだったら1テラとか2テラが人気のな、はい、ラインで、一応4テラ8テラまであるって感じで。うーん、まあ、ちょっとそれあれですもんね、今日の裏テーマ。そうですね、そうなんですよねミスターブエルさんに MacBook を買わせるっていういやでもこれ結構使えるなと思ったんで、あ、ちょっと Apple 製品に切り替えようかなっていう。あ、来ました。タイミングちょっとあるですね。あー、来たあの iPhone15 Pro も今回これでまあ買ったんで。あ、ミスターウェールさんは、あ、そう、前対談した時もその話聞いたかもしれないですけど、はい、アップルは全然使わないんでしたっけ。そうなんですよね、もうアンドロイドで Xperia。 そうですよね、はい、そう言われてましたよね。そうですね、まあ、1回なんか使ったことあるんですけど、なんか慣れないっていうか、あの全然ダメでこれを前に使ってやると厳しいなって思ってそこまで思う人なかなかいないと思います、ね、そうですけど、はい、なんかこう文字の移動とか入力してるときにキーボードで矢印で移動できないとか。あ、とかなんかクロームもちょっと違うじゃないですか、はい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 、あの辺がもうアンドロイドに慣れちゃって。かなり使いこなす側ね。あ、はい、スピード命みたいな、こう慣れてないと嫌だ。まあ、スピード命とかパフォーマンス命になったら、だから僕もそれで、僕も前も同じ話したかもしれないですけど、もう本当に何でしょう、30代中盤ぐらいまでは、はい、本当信者と言われるレベルで、もうアップル製品じゃなかったらもう認めないぐらいな結構極端な、はい、極端なアップルユーザー好きだったんですけど、はい、あの途中でその結構ハードウェア的に PC の方が自作 PC とかでいい、はいはい、あのパーツをいいの買っちゃえば、あ、どんどんパフォーマンスが上げれるようになっちゃってなんかその Mac と Windows の差がソフトウェアの
なんか使いやすさとか見た目の違いとかっていうレベルであれば絶対 Mac の方がいいっていう主張がいけたんですけど、はいはい、ハードウェアの差があまりにも圧倒的に違いができちゃって、それで Windows とか自作 PC とかに移行しちゃって、はいはい、そのうちになんかもうあんまり Windows も Mac も差がなくなっちゃってソフトウェア的にも差がないじゃないですか。なんかもうほぼ好みの問題か、もしくは、はいはい、Mr. Bear さん言われるようにカスタマイズしにくいのが Mac みたいな Apple みたいな感じになっちゃってるんで、そうで Windows 使ってもうこっちでもいいかなってなったんですけど、はい、Vision Pro に合わせて僕も Mac に戻しました。あ、そうなんですか、はい、え、どっちなんですかね。まあ、多分パソコンは Windows 使うことになると思うんですけど、メインのってことですよね。はい、まあ、僕もでもメインはもう仕事もプライベートっていうかその YouTube 編集とかする個人の PC も一応今 MacBook 統一されてますね。あの物は違いますけど会社の会社用になっちゃってますけど。 Windows で4090ぐらいの性能を Mac で出そうと思ったらどれぐらい？ないです。あ、ないですか？ないです。それは未だにないんです。そこが悩みポイントで。そうなんですか？ないんですよ。あの、圧倒的にないです。どのぐらいなんですか？ Mac の最大のスペック。この間西風さんとその話してたんですけど、はい、あの基本的には考え方的にはその内蔵 GPU ってあるじゃないですか。 CPU とかにインテルとか AMD とかもその CPU についているグラフィックスチップがあって、はい、多分 Windows とかゲーミングしてる人はあれもう遅くて使い物にならないみたいな、だから外付けで NVIDIA の RTX とか買うみたいな感じなんですけど、はい、Mac は基本的に外付けがなくてその内蔵 GPU の性能で戦ってるんですよ。だから内蔵 GPU ってあのインテルとかと比べたらめっちゃ性能高いんですけど、でもそもそも内蔵 GPU と外付け GPU ってなんか10倍ぐらい性能差があるんでその差は埋められないっていう。なるほど。でそれが結構巧妙なマーケティング、まあこれ言い方するとまた怒られちゃうんですけど、はい、そのそもそも内蔵とか外付けって概念をあんまり外にこう言わないから単に GPU 性能って言われた時に、はい、僕ですらなんか心理的にあ、これだったら4090の PC 並みにいけるかもしれないみたいなのを思って M3 の M3 Max にしたんですけど、はい、GPU 性能数だけで見たら全然違うなんか桁が違いました。あ、そうですね。もうじゃあ3090とかもそれでも全然。3090もいかなかったような気がしますね。2090ぐらいのぐらいは、だからでも一昔前の外付け GPU のハイエンドぐらいはあるんで、あ、そういう意味ではすごいです。あのそれでだって小さいでノートそれでノート PC で本体だけで、でなんかあのスマートなボディに入ってて、はいはい、あ、それはいいっす。そうだからすごいはすごいです。やっぱり内蔵 GPU では全然今までだったら出せなかったようなパフォーマンスは出せるんで、あ、そこはあのなんか嘘ではないっていうかめちゃめちゃすごいはすごいんですけど、ただその NVIDIA の GPU とかも世代ごとに倍性能が、うわすごい気がうわ倒れてる、なんかこれ気をつけないとやばそうです。天変地異的に。そうだから NVIDIA の GPU とかもその世代が変わるごとに性能が基本倍になっちゃってるんで、ハイエンドとかだと、そのだってただでさえすごい性能が倍になるってちょっとおかしい世界なんで、あ、まあでも一般的に見たら2090とかもまだ2080でしたっけ、2090なかったか、2080とかもすごい性能いい GPU なんで、はい、まあそういう意味では悪くはないですね。てかすごいいいですけど。そうですね、まあ、ただ Windows で4090使ってたらでもその話聞くと、ただこのもうなんか全然ビジョンプロの話になってませんけど、あのただオチはあって、その僕の動画的なオチはあって、あの GPU 性能はそんな感じなんですけど、動画編集する時の動画編集の性能で考えると、その動画って結局動画の何ですか、エンコードとかデコードをいかにこう
処理を下げるかっていうのがポイントになる、なるんですよ。で、そんなに特にそのからくれとかなんか後処理みたいな AI 処理とかを普通にはやんないで、テロップ入れるとか、そのタイムラインマルチで重ねてカットするとかだと、どちらかというと GPU 性能よりもいかに動画が簡単に処理できる、負荷下げてエンコードデコードできるかっていう方が重要で、なんかアップルはそこに専用チップを持ってるんですよ。だから動画編集で見たら4090に劣んない、あの使い方によっては劣らないってことに僕は気づいて、はいはいはい、あ、これは MacBook の方がいけるかもっていう、あ、そのハードのチップが対応してるコーデックが H.264 とか265とか AV1 とかなんかいくつかあるんですけど、それにハードウェアが対応してるチップ、あ、ハードウェアが対応してる動画のフォーマットで撮影してれば、あの専用チップが全部処理してくれるんで、 GPU 性能とか CPU 性能が基本的に使われないんですよ。でそれで8本ぐらいのタイムラインが同時に全部エンコードできるんで、ほぼほぼ何の負荷もなくできるんで、そう、めちゃめちゃ動画編集も軽いです。あ、だ多分ミスターベールさんの使い方だと4090より早くなる可能性はある。あ、使い方次第なんですけど、はい、はい、そう。で僕はなんかレッドとかちょっとなんかなんでお前がっていうような変なカメラ使っちゃってるんでその動画のフォーマットがそもそもその専用チップに対応してなかったんですよ。あ、でそうすると、はい、GPU で処理しないといけないから、それで4090とかないと処理が重いぜって思ってたんですけど、はい、なんか Apple ProResではその専用チップに対応してるんですね、はい、でレッドのカメラも Apple ProResでも一応撮影できるんですよ、はい、ちょっと、まあ、厳密には性能なんか画質が下がるみたいなのあるんですけど、でも僕のレベルでは本当に全く分かんないレベルで撮れるんで、はい、Apple ProResに録画方式を変えたらあの4090よりも下手すると快適になりました。あ、で書き出しスピードも4090と変わんないぐらいだから、はいはい、実時間の3倍ぐらいのスピードで書き出せるようになったんで、10分の動画だったら、まあ、3分で書き出せるとか、あ、そのくらいになったんで、これまさに4090並みなんで、あ、おー怖え、目の前にでかい水たまりが、おー、ハンドル取られるあの、あ、なんていうか、まあ、動画編集も重要なんですけど、やっぱりゲームとかか、それはもうそもそもゲームないんですよ。ああ、やっぱ、そう、ないっすよ。だから僕はもうそこだけの PC は残る。だから結局2台持ちにはなる。ああ、もう自分ならこう、オールインまで行きたいんですよ。わかります。わかります。もう、スマホとかパソコンもこれになっちゃえばいいなっていう、そういう派なんですよ。いろんなもの手出して、なんかよくわかんない、 Mac 初めて買うにしても、はい、なんか操作感とか全然コピペすらわかんないレベルなんであの辺調べながらやるってなるとちょっと手間だなって思ったりするので、じゃあミスターベールさんはこれなんかビジョンプロだけで生きていくみたいな、そういう系がなんか一個のやつにも専用で生きていきたいタイプですね、うん、はい、そうですね、なんかもうシンプル化したいっていうのがあります。僕はね、それを5年前くらいに諦めました。あ、そうなんですか。どうですか、ビジョンプロで割とちょっと来てる感はないですか。ビジョンプロでもなんか昨日開封して、はい、で開封した直後に開封動画撮った直後に、はい、ミスターメルさんがフェイスタイムやりましょうよって声かけてくれて、はい、で結構1、2時間ぐらい話してましたよね。つなぎっぱなしでいろいろやってて。ミスターブレアさんにドリキンさんテンション低くないですか。そうですよ、ね、冷静だなと思ってでもあの昨日一日でもその開封してから夜寝るまでで結構テンションがどんどんうなぎ登りで上がってって、ああの 夜にもう一回フェイスタイムしたいと思ったぐらいテンションは上がってました。あ、そうですか、はい、なんか開封動画って開封は上げてた時は結構淡々と上げてました。やっぱそれは徐々に良さが、なんか徐々に良さが出てきました。でもミスターベールさん的にはもうこれで生きていける感じですか。そうですね、まあ細かいこと言うとやっぱりアプリが Chrome 内とか Netflix 内とかオプトされてるじゃないですか。それあるんですけど、まあ
マウスが使えなかったんですよ。あ、でもなんか、はい、その MacBook がコネクトされてる状態だと、はい、あの単にリモート画面が使えるだけじゃなくて、そのビジョンプロ内のアプリも、はい、あの iPad みたいな丸いカーソルが出てきて、あ、でトラックパッドとキーボードで入力できましたよ。あ、昨日 Facebook タイムで、はいはい、言ってましたね。あ、あれそうですよね。まず Mac がでも必要っていう。まあそうですよね。まあ、Bluetooth キーボードでいけるのかな。でも Bluetooth のマウスしか、はい、まあキーボードはまだやってないんですけど、はい、マウスやったんですけど何もならなくて。あ、そうなんですね。それができたらよかったのになと思ったんですけど。あれじゃないですか、 Apple のトラックマジックトラックパッドにしてないからダメとかじゃないですか。あ、普通のトラックボールマウスやったからかもしれないです、はいはい、確かに、うん、なんかほらジェスチャー対応してないからっていう理由で純正品を押し付けるみたいな言い方ですけど、もう Mac 製品じゃないと受け付けない、 Apple 製品じゃないとダメとかいう縛りは、それストアの人に聞いてみると答えられるかどうか分かんないですけどね、はい、聞いてみたい。そこはその場で試してみるあ、そこですよね。うーん、まあ基本的にはこれでいけるんですけど、操作まあ割と打ち込みもいけますけど、はい、やっぱり物理キーボードマウスは欲しいなっていうところですね、日常的に使うんだったら。っていうかブラウザー操作するだけでもやっぱ欲しいですもんね。そうですね、そこがいけるなら割といけるんじゃないかなってちょっと思ってますけど、うん、素晴らしい。で外に出るときはスマホ代わりに iPhone 代わり、はい、で、まあ、あとは iPhone 慣れができればっていう、うん、アプリとか結構特殊、もう慣れるのに結構時間かかっちゃったんで、やっぱりそうですよね。やっぱりスマホ慣れ、うん、PC スマホ慣れてても、はい、あのビジョンプロのなんか概念が違いすぎて結構操作感まだ馴染まないですよ。そうですね、アカウント問題もとっても、うん、結構手間取って、うん、アプリもなんかパスワードとか全部 Chrome に保存してるんで、はいはいはい、あれが Safari になったりとか、あの辺の細かいところがちょっと大変だなっていう。だからあれですよ、なんかサファリのパスワードマネージャーに依存してるんですね。あ、今ですか。はい、あ、今サファリじゃない、クロームのパスワードマネージャーなんですね。そうですね。だから僕今やってんのは、僕なんかラストパスとかワンパスワードとかいうなんかサードパーティーのパスワード管理アプリを基本的には使ってて、そこに全部入れてるんですけど、まあでも Chrome でもいいんですけど、あの、はい、iPhone でコピーしといてパスワードを、はい、iPhone パスワードマネージャーとしといてコピーして Vision Pro でペーストすればあれ同期してるんですよ、コピペが。そうだから Apple エコシステム、そういうところがすごくて、もうクラウド上でコピペする、コピペさ、なんか同じ Apple ID のデバイスだったらコピペのデータってなんか基本共有されてるんですよ今時。なのであのパスワードマネージャーは、僕はその手元の iPhone でパスワードマネージャーで出したやつをなんかパスワードコピーってやったら Vision Pro でペーストってやればいけるんで、そこはね意外と便利iPhone 操作するんでしょ。そう、ただその iPhone を操作するときにフェイスタイムがアンロックできないっていうのがめちゃうざいなって思って。あ、確かにそういうことです。そうなるとクロームであのフォームダブルクリックでもう行きたいし、まあわかりますけどまああの言ってることはもう僕は完全にその、はい、向こう側に歩み寄っちゃってるっていうのはあれなんですけど通ってきた道です、はい、まあでもクロームが出ればね、あ、そうっす、いけますよね。まあ、出そうですけどね、さすがに出てほしい。だからなんかそこが嫌で、僕なんかこの今時 Mac も Windows もプラットフォームでパスワードマネージャーが入ってるじゃないですか。でもそれ使ってるとそれから抜けられないんで、一応サードパーティーのパスワード管理ツールに依存して、それは大体どこでも動くんで、あ、多分そのラストパスとかワンパスワードも昨日調べたら出てこなかったんですけど、でも多分すぐ対応してくると思うんですよね。はい、だってラストパスワードとかあれメタクエストアプリもありますからね。
そう、あれ結構便利なんですよ。あ、まあ、それあればいいし、なんかサードパーティー使ったらなんかこの端末対応しないとかそういう問題もなんか出てくるのが嫌で。いやでもなんかパスワードマネージャーに関しては大手のやつに関してはむしろそこがなんか生命線になってるみたいで、そう思われたら負けみたいなところがあるから、なんかえこんなプラットフォームもみたいな感じでなんか執念を感じて対応してくれてるんで、比較的そこは僕はあの信頼してるというか、そこは期待値としてはあるんですけど。それ Chrome で例えばアカウント登録した時に自動で登録される？されます。だからなんか置き換えられる感じです。ああ、でも Chrome のパスワードマネージャーと同じに、全く同じです。使い方同じと。そう。だむしろ同じすぎて二重でパスワード管理になっちゃうのを、なんか標準のやつを切るっていうのをしないといけないけど、面倒くさはありますけど、でも全く同じ機能か、なんかちょっとまあちょっとした使い勝手の差はありますけど。なんで、まあ、僕はそこはそれで逃げてますけど。なるほど。まあでもおっしゃる通り iPhone を一回操作してるっていうので iPhone を使わないっていうにはできないんですけど、でも現実問題まだ SIM もないから iPhone でテザリングしないと外で使えないですよ。あ、そうですね、確かに。なんかそうですね、 SIM 確かに Wi-Fi でやんないといけないですもんね。ですよね。確かに。だかなんか iPhone せっかく USB-C にしたんだから、はい、iPhone から外でやるときは iPhone にバッテリー代わりに挿したら、あのネットとバッテリーはそっちから供給してくれるってしてくれたらめちゃめちゃ良くないですか？それはいいですね。そしたら2台持ちっていうところも、はい、あのミスターブエル基準でも少し許容できませんか？割といいですね。iPhone 画面がもうビジョンプロの中に出てくれば。確かに。それいいですよね。それいいですそれぜひ次のビジョンにやってほしいですね。その代わりなんか iPhone のサイズ3倍ぐらいぶっとくなっても、バッテリーのためにぶっとくなってもいいですよね。そうですね。そのなんか快適性は結構妥協できますよね。ねえ、ですよね。わかります。うん、だってどうせ変なモバイルバッテリーを持ち歩かなきゃいけないじゃないとりあえず1個にしてほしい。ですよね。それはあり。ていうか 3D プリンターで iPhone とこの純正のバッテリーを一体にするなんかアタッチメントとか今作りたくなりましたね。なんかどうせポケットに入れなきゃいけないじゃないですか。ああ、バッテリーと iPhone、はい、その純正のバッテリーと。ああ、確かにそれ需要ありそうっすね。絶対なくしそうだもん。だってなんかこの胸のポケットに入れちゃってますね、バッテリーは。あーですよね、はい、なんかそのバッテリーソリューションは結構まあ解決策はないけど、なんかあれですよね、アップルとしては妥協感強かったんじゃないかって思いますよね。もうどうしようもできなかったんじゃないかと、ね、思いますよね。結構重いですもん。結構重いですよね、はい、今時3000ミリ、これ3000ミリぐらいしかなくて。あ、そうなんです。3000か4000かしかなくて、今時の3000ミリアンペアのバッテリーってなんかカードぐらいになってる印象ありますよねこれ多分2000、3000ぐらいねえ。あ、2万スとか。そうそうそう、2万ミリアンペアぐらい持っててほしいですよなんでこんなでかくなったのかって。なんでしょうね、その窒化ガリウム的なやつとか使ってないのかな今で。バッテリーは何のあれかわかんないですけど、この外装だけでなんか重さありそうですけど。そうそうそうこの外装が初代 iPhone を思い浮かべる、はい、なんかもう一瞬で一回落としたらもう傷だらけになる、あの外装で怖いんですけど。なるほど。あれ傷入ってるかもしれないですよ。そう、もう一瞬で傷入りますよね完全に初代 iPhone のデザインを踏襲してる気がします。あ、そうなんですね、はい。ケーブルは割と邪魔にならないというか意外と気にならない。あのケーブルも質もいいですよね、やっぱり、ね、そうです。このなんかナイロンケーブルの
なんか進化版みたいなやつはすごい出来がいいです。そうです、なんかこう肌に当っても嫌な感じがない。うん、本当それは素晴らしい。あ、でも今気づいたけど普通のあのトップバンドじゃない方に結局したんですね。あ、ちょっとそうです、見た目重視でちょっと来ました、ね、あまあこっちもちょっと使ってみたくてみたいな僕昨日もチャットで言ったんですけど、やっぱりそっちのバンドの方が昨日一日使ってた限りはそのバンドでいけるとは思いましたけど、ちょっとこう下に、なんか頬骨にで支えてる感はあるけど、若干やっぱりデュアルループの方が快適な気はしますけどね。なんかデュアルループの方が前面の負荷は落ちるけど、この頭頂部と後ろの当たりの不快、不快感が増えるっていうか、細いベルトで当たってくるんで、なんか個人的にはなんかその、あのなんか怪我した時の包帯みたいな、そういう手厚いサポートの後ろ側がめちゃめちゃ気持ちいいなと思って。ああ、確かに。肌触りいいですよね。そのなんか当たりがすごい気持ちいいなと思って。なんか後頭部全体で支えてくれるんで、はいはい、今のところ僕は純正派でいこうと思ってますけど、でもつけるのもここ結構楽です。楽ですよね、はい、そう。でもなんかネズミさんはトップループの方に、デュアルループだっけ、デュアルループの方にやっぱり変えてましたね、はい、あ2台2台ですもん。そうそうそう、一家に2台みたいな。1日に2回開封すると思います。いや、すごすぎます。そう。で昨日自分で開封動画をオフラインで撮って、はい、でちょっと遅れて奥さんが帰ってきたんですけど、はい、あのなんかしたら開封ライブしようとか言うから、あのまた開封ライブしたんですけど、あの見られてる方が。あれドリキンさん開封した後にもう一回丁寧に梱包し直して、あたかもまた 再開封を一からしてる感じで頑張ってるんですかみたいにコメントされたんで、いやこれは2回目 の正真正銘のフルから開封ですみたいな。みたいな、まさか2代目とは思わないですよね。そうですよね、僕も思わってなかったですけど。なかなか荷台買いは我ながらやってしまったな。いや最大の心配はそのネズミさんが使い続けるかどうかが僕は本当に、なんか使い続けてれば全然2台買ったことに後悔はないんですけど、あのベタクエストプロに至ってはベタクエストプロ2台目買ったんですよ。そのあのまず在庫がなくなっちゃいそうなのと、なんか彼女も使いたいって言うから、はい、でも本当に文字通り1回ぐらいしか使ったの見たことないです。だからクエストプロ、え、なんか一緒にゲームみたいなのはしないです。ゲームじゃないにしても、はい、なんか VR チャットでとか、なんか動画一緒に見たりみたいな、映画ね。でもなんかビジョンプロは本人曰くビジョンプロの方がなんか使うかもとは言ってました。あ、なんかその僕も昨日使っててテンション上がったのは、はい、結構そのメタクエストってソーシャルを求められるじゃないですか。その使い続けるためにはあの結構コミュニケーション機能がメインっていうか、はい、なんか誰かと仮想空間で一緒に遊ぶとか出会うとか、それはそれでもうなんてそこでしか味わえない世界なんでめっちゃいいんですけど、でも、はい、一人で使うってよりは誰かがいるからそこに行くみたいな、はいはい、もういきなりメタバースの世界なんですけど、はい、ビジョンプロってなんか結構一人で遊べるっていう、なんか一人でできることを先にちゃんと増やしてくれてる感じがしたんで、あ、だから一人動画見るのも結構快適とか、はい、そこの観点で、あ、これ結構動画見る代わりに、なんか最近ずっとうち55インチのブラビアのテレビがメインのテレビで、そこで基本的に彼女は結構長い時間テレビ見たり YouTube 見たりしてるんですけど、なんか最近それがなんか買い替えたいみたいなこと言ってて、でそれもなんか古くてもう色がちょっとおかしくなってるから買い替えたい
だろうなと思ってて、でプロジェクターにしようかどうのかって言ってたんですけど、あのなんか視力的にもやっぱり55インチぐらいだとなんか見にくい、もともと目が悪いんであんまり視力良くないんで、なんかあんまりよく見えてないっていうのもあったみたい でビジョンプロにしたらめちゃめちゃ綺麗に大画面で見えるから、それは本人の中であの画期的だったみたいです。おーみたいな。えでもクエストプロでもできないですか？あのね、いちいちミスターベアルさんの指摘はね、痛いところをついてくる。すいません。あのいやちょっと聞いてて、ね。そうそうそう。正論すぎるんです。すいません。はい、正論すぎるんですけど。でもなんかその僕らだったらメタクエストプロで全然できることが、なんかちょっとパソコン詳しくないとか、ちょっと興味がない人にとっては、なんかやりづらいことっていっぱいあるじゃないですか。はい。でアップルはそこの隙間をつくのがすごい上手い気がします。あだからなんか僕らにしてみたら、いやそれもうできてるよって僕も言うんですよ、すぐマウントするんですけどそうです、いやなんかそうじゃないって言われるんです。ああ、うん、まあなんかまあこうよ、まあ、呼び名がこう親しみやすいものになってるのと同じで、なんかちょっとした使い方がなんか視点の操作がめっちゃいいって言ってました。アイトラック、あの視点とタップで操作するやつは、それは確かになんかやっぱコントローラーとかありえないしみたいな。あでハンドジェスチャーもやっぱりかなり精度にまだ僕らみたいにこう機械側に寄せちゃえばあのそれなりに使いこなせますけど、あれで結構あこいつこういう動作は認知しないだろうなとかここら辺は苦手だからこうやって操作したらミスらないだろうなって自分たちが結構考えてそのトラッキングに合わせてると思うんですけど、はい、多分そういうことをしたくない。あなるほどなるほど。あ、まあ、まあ、全く VR やってない初心者の人でもとっつきやすいっていう感じですかね、はい、まあそれはある。あ、うん、まあでもそれでもとっつきやすくはないと思いましたけど、あ今の状況ではね。でもでもなんかあのこれならいけるかもっていうちょっと兆しを感じたと本人は言ってましたけど、はい、まだ分かんないです。今日このいない間に家で使ってるかどうかは僕は非常に怪しいと思ってそうだね。でも確かになこれだったら、まあ、もうちょっとできることが少ないというか、まあ、少ないですよ。動画ぐらいになっちゃうのかなっていうか、あのあれ試しました、あのディズニープラスとか、あのアップル TV の、はい、あの 3D 映画みたいなやつ、あちょっと見ました。なんか昨日僕がテンションすごい上がったのは、そのディズニープラスが何気に一番なんかよくできてませんか。すごいサポートしっかりやってますよね。そうですね。でなんかディズニープラスアプリ見たらそのシアターの実装とかもちゃんとされてて、専用 なんかディズニープラス用 の、はい、あの昨日やってたウォッチパーティーでやると純正のなんかビジョンプロ純正のシアターモードみたいなのも あったじゃないですか。あの映画館で見るみたいなモードも、はいはいはい、でもあれってなんか椅子もないすごい映画館の何ていうんですか空間だけがあって、そうです、ちょっと寂しい感じなんですけど、はい、ディズニープラスのシアターモードはなんかあれと同じ多分 API を使って実装してるんですけど、ちゃんとこう、まあ、客がいない映画館みたいな感じに一人専用映画館みたいなところで見れるモードとかちゃんとあって、そっちの方がなんか臨場感があって、であと本当に映画館で見る距離感になるように設定されてるん でそれでアバター 3D 見たら、あのなんだっけアバターのあの映画のやつ見たら、はいはい、3D のあのアバター2の 3D 版ですかね。あの、はい、比較的最近公開されたやつ、 あれ僕 IMAX でわざわざ新宿のなんか一番いい IMAX みたいなところに見に行ったんですけど、なんかむしろこっちの方がビジョンプロの方がなんかあプライベート IMAX 来たみたいな感じで、あそれはすごい感動して、うわーと思って。画質いいですよね。画質妙にいいですよね。やっ
あれビジョンプロに最適化してやってますかね。なんかそれこそミスターベルさんだったらパイマックスとか、はい、その 4K かなんですか、パネル性能的にはビジョンプロに負けないぐらいのヘッドマウント試されてるじゃないですか、はい、それと比べてもやっぱり違います。そうですね、やっぱ動画で言うと元の動画の画質的にやっぱりこっちの方がビジョンプロの方がなんかいいですね。やっぱり 4K 画質で多分パイマックスとかで多分見れないと思うんですよね。なるほど。結局パネルの性能を引き出すほどコンテンツが最適化されてなくて、そうだと思いますね。まあ、いいにはいいんですけど、こっちは全然ビジョンプロの方がいいなと思いました。まあそうですよね。なんかみんなあのカメラみたいな感じで画素数にどうしても引っ張られちゃうけど、はい、ヘッドマウントに関しては本当にパネルの画素数以上に、そうですね、コンテンツ、コンテンツの画質です。はい、そうですね。それがまあVR ゲームにしてもゲームによってグラフィックの質とか違ってくるんで、あれがビジョンプロの解像度に合わせてやってくれるのかっていうのもちょっとありますけどね、不安が。まあビジョンプロ本当コンテンツ揃ってやっぱりこんなに顔の認識させたり、あのなんかいろいろ調整させたりするっていう効果はあるんですかね、その画質を向上させるために。調整ですか、なんかそのすごいフィットさせるためにいろいろカスタマイズさせるって、はい、ビジョンプロはすごいさせてるじゃないですか、その顔のクッション一つにしても、はい、ああいうの一個一個がやっぱり一番いい画質に見えるように視野も調整されてるとかもあるのかな。これはどうなんですか、違っていうとコンテンツ側なんですかね、コンテンツ画質なんですか。基本的には着用感でしかないと思ってました、ね、そうなんですね、その視点ちょっとなかったですね。あと見え方もあるのか、じゃレンズもあの個体によってちょっとサイズがなんかカーブが違ったりとかする。あ、いやそこまではない気がしますね。まあ、でも確かにこのおで目の距離とかはあるかもしれないですよ、うん、サイズの結構ほらメタクエスト使ってても、うん、そのフィット感の調整で何ていうんですか、解像感とか、うん、フォーカスのとかだいぶ変わるじゃないですか、はい、色味はまあそんなにでもないかもしれないですけど、だからやっぱりきちんと調整されて一番いいスイートスポットを得られるようになってるのは結構でかいのかなと思って。確かにスイートスポット全然気になってなかったし、そういえばだからそういう概念があんまないですよね。ないですね、ないですよね。はい、なんかそのメタクエストプロとかクエスト3だとそのスイートスポットに装着するのが難しいっていうですね。確かに、うん、全然そのなんかこうちょっとなんかずれるなみたいな感覚あるんですけど、やっぱりクエスト3とか、はい、ないっすね。ないっすよね、ないっすね。だから単にもうそこも多分一般の人っていうとあれですけど、そのあんまり興味ない人が初めて使った時に多分メタクエストプロとか画質を引き出す前に諦めちゃうっていうか、ああなんか確かにその辺もいいですね。あのそれサイズ測ってそれに合わせて、はい、そんな意識 しなくていいっていうね、そこはでかいかもしれないですね。確かに。もうそろそろ着くぐらいですか。そろそろ着くぐらいですけど、めちゃめちゃ道が荒れてます、ね、そうですね、枯れ葉がこの本当嵐の跡みたいこんななんかサンフランシスコ、え、初めてですか来られたの。あ、もう初めてです。印象が変わりますよね。そうですね、こういう街になっちゃいますよ、ね、この辺来ると、はい、あの泊まってるとこは全然なんかサンフランシスコっぽかったですけど、あの辺は。あ、でも、そう、あのちょっと街外れると田舎ですよ。
治安悪いと思わなかったぞ。あでもここら辺はいいんじゃないですか。あサンフランシスコの、はい、市内は中央部分で治安悪いってあんま分かんない思わなかったあ本当ですか。ニューヨーク前4年前ぐらい行ったんですけど、はい、ニューヨークは全然平和です。ニューヨークはだってなんか24時間夜中もある何ですか、はい、歩き回れる街に。あそうっすよ。なんか10年前ぐらいに変わったんですよね。あへえー、その感覚だったんでちょっとびっくりしましたね日が落ちたら絶対出ちゃダメだよとか言って僕に散々言われる夜23時ぐらい出たらもう人いなかったんで、いやこれはちょっと危なそうだなと思ってちょっと危険を察知して。あ逆に、はい、いやあと危なそうだなと思ってそうみんな街から普通の人は街から出ないみたいな。あすごいな。人が入れ替わりますよね昼と夜ででもビジョンプロ買いに行って、それまああとで、まあ、10分ぐらいだったねホテルから歩いて、はいはい、まあそれぐらいだったらさすがに持って帰れるかなと思ったんですけど、ストアの店員さんにもうウーバーやった方がいいって、もう最善尽くした方がいいですって言われてあすごい言ってくれたんですか。まあ、それでも10分ぐらいのとこですけど大丈夫ですかっていう、それでもウーバーの方がいいですかって翻訳やって聞いたんですけども、いや最善尽くした方がいいって言ってめっちゃいい人よかったとしかもまあ今狙われだってもう絶対もうカモがネギ背負ってるところの騒ぎじゃないじゃないですかどう見ても宝物持ってるみたいなそうですよね。ああよかったな。ウーバーの運転手さんもちょっと怖かったですもんね。ああ逆にね。そうですよね。確かに。いやなんか箱でかすぎますよね。でかいし。あんなんでかくなくて、あれは箱ごと持って帰るんですか。あ送ろうと思ってますね。あ送るのめっちゃ高いと思いますよ。マジですか。はい。でも多分もう 1万ぐらいしますよ多分。いや10万ぐらいするんじゃないですか。え？送料え10万ですか。わかんないですけど前聞いた時は本当に、はい、ま、実際まあでも結構値段はそのコロナ禍とかで船が飛んでないとかで言っても結構流動するんで、はい、前一回コロナ禍であのギャラクシーノートってあの10インチぐらいのスマートフォンを、はい、ほぼほぼそれにこうラップしただけで送ったら5万円ぐらい取られて、えなんかスマホ代より高いなと思ってもう引くに引けずに払いましたけど。でも自分 UPS で何か送った時1万ぐらいでしたけどね。確かはい。UPS だったらそうなんかあれにもよります。そのもちろんそのトラッキングなしで送るとか、はい、あの送りもなんかクオリティがいっぱいあるんで、そのちゃんとなんか 2,3 日で届いて。ちゃんとトラッキングナンバーもくれてとかやるとどんどん高くなっていくんですけど、あの1週間ぐらいでトラッキングなしでとかやれば結構下げられるかもしれない。もう怖くないですかそれも。怖いなんかロストしたらあ、まあまあ箱だけなんで。あ箱だけ送るってことですか。あそうもちろん箱だけです。これはあのつけたまま帰ろうと。あであればであればまあ一番安いのにして最悪来なかったってことです。確かにでもサイズと重さで決まるから結構本当 USPS が日本でいう郵便局みたいな感じで多分それは結構下げれると思いますけど、あ UPS とか FedEx とかああいうなんか何ていうんですかプライベートカンパニーっていうかそのあれでやってるところは結構高い気がしますね。あちょっとやっぱ最悪スーツケースに入るか分かんないですけど、でもみんな持って帰ってハワイ組の人たちもみんな持って帰ってるから僕あれ結構税関大丈夫なのかなとかちょっと心配だったりはしたんですけど、そうです、確かなんか3万ぐらいかかるっていうのがついたりやっぱあるんですね。でもなんかパソコン機器系は動物いませんでしょ。はい、あ違うか、 動物がいい、あいました、あいるかもしれない、これで見てる。なんか鹿とか木だったかもしれないですけど。えあれなんあ税関。なんかもうずっとつけ続けた。なんかちょっと
もうなんか肉眼での景色ちょっと見たくなる。そういえば確かに、もうなんか自然とそれだけで生きていく人が、ね、ああでもなんかこっちの方が快適ですよ。そりゃそうだ。ああ、それはそりゃそうですよ。こっちでまあいけるにはいけますけど、快適性でいうと肉眼です。全然違います。もう今まで全部僕に正論で指摘してきたのに、最後の最後で一番僕が正論を突っ込んでる。なぜそこに関しては気づかないんだ。でもなんか取らなくていいって感じしませんか。いや、わかりますよ、わかります。取るのがめんどくさくなるぐらい、こう別にかけたままでも いけるっていう。僕結構クエスト3でもそんな感じでしたけどね。あ、そう、クエスト3はちょっとなんかあんまそこまでいかなかった。本当ですか。クエスト3もなんか近場じゃなければそんなに歪みもないし、なんか着用感とかあるかもしれないですね。あ、着用感は本当にでかいですよね。そうですね。ここヒット率がいいんで。あ、そのいいです。ケースなんか来ました。なんか宇宙スペースシャトルとかで使われそうなケースですよ。そう、質感がもう、あ、すごい。どういう質感っていう。これ梱包みたいですね。完全になんかスペースシャトルの機材みたいな感じです。かっこいいですけどね。シワシワになっちゃってます。それがかっこよさみたいな、デザインみたいな感じ。あ、面白、最後の最後は面白すぎた。ミスター VR さん、リアルの方が快適と気づく。タイトルにしたいぐらいです。でさっきもう何もやってなかったですもん。 アプリいじってない。ですよね、ですよね。だってネットないからやれることないです。そうですね。でも本当その、いや、なんか思ったのは、Netflix とか、Netflix じゃない、Apple TV Plus とか、あと Apple TV Plus もやっぱり結構気合い入れてコンテンツ作ってますよね。イマーシブビデオみたいなのいくつか作ってて、今まで見たのに比べると、はるかにその、なんか、画質が良いというか、4K まではいかないけど、でもかなり 4K に近い、物理的に 4K の映像を見てるのに近いぐらいの画質で、だけどもっと臨場感があるみたいな感じ。イマーシブビデオっていうのは、なんかね、アップルがあれですね、180度動画みたいな感じでしたね。あ、それやってないかもしれないです。なんかアップル TV プラス入ると、入るとっていうか、中に結構すごい山の中で、なんかロープで綱渡りする人の映像とか、なんかドキュメンタリーみたいなのとか、なんかいろいろいくつか動画作ってて。あ、そうですね。なんか PV でありましたよね、はい、ビジョンプロの PV で、はいはい、スターウォーズの席に乗って体験するみたいな。あ、そうなんですね。それは見てないけど、でもそんなような感じかもしれないです。VR コン、なんかディズニーのパレードがバーって出るみたいな、はい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 、PV でありましたけど、実はないのかもしれない。そこまで見てない。でもあると思います。僕も全然見切ってなくて、2個しか見てなくて、なんかロープで渡るのと、アリシア・キースってなんかミュージシャンのなんかレコーディングスタジオを体験するみたいな。なんかよくメタクエストでもミュージシャンがミュージシャン VR みたいなのありません？ステージとか、はい、バックステージとかでこう、もうなんか倒れてる。バックステージとかにカメラを置いといて、なんか臨場感のある VR コンテンツみたいな、はい、よくあるけど、だいたい解像度悪すぎて、あ、なんかがっかりするじゃない。それがなんかすごい、おお、なんか本当になんか一緒にライブレコーディングしてる場所にいるみたいな臨場感で、めちゃめちゃ綺麗。だから相当、多分 8K の180度動画みたいなやつをもうめちゃめちゃちゃんと最適化して作って撮ってる感じのコンテンツがいくつかあって、うわ、これすごいと思って
感動はしました。めちゃめちゃ映像だけじゃないですね。じゃあ映像だけじゃない、普通にもう動画コンテンツみたいな。それ VR180 ってどうなりましたというか、どうなんかそっから入ってましたもん。はい、VR180 はもうやってない感じですか。あ、そのメタクエストとかでってことですか。はい、撮影とか。そうだから、それをメタクエストのプロでやった時にそれにこう夢を見て、結構あの同じですよ、キヤノンのはい、ゴディマーク2でしたっけ、あの R5 か使って180度動画撮ろうと思ってたんですけど、す、ね、はい、あれ結構なんか難しすぎてあのアップルのやつは多分一眼で、あれってカメラ1台に魚眼2個つけてやってるけど、はい、多分アップルのやつは本当に2台カメラを使って片方 8K 片方 8K で、なんかそれこそレッドとかで 8K8K で、中身的には 16K で撮ってとか多分やってるんじゃないかなと思います。あの 8K1 台のカメラで撮れる画質じゃないなと思いました、僕の経験上。あでもそ VR180 みたいな映像あです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 、うん、ジョルギンさんはもうVR180 はやめちゃったんですか。いやだからチャレンジはしたいですけど、はい、あれ1台のカメラでお手軽にはできない気がするんで、あもっと品質がもっと上がればっていうんです、うん、画質をもっと上げれればやってみたい気もしますけど、開封動画とかをなんかずっとカメラ固定カメラで見てるんだったら180度にしてちょっと見る側が見回せるっていうのは面白いなと思ってやりたかったんですけど、なんかそれを実現するために失われる画質のデメリットが僕の中で大きすぎて、これだったらなんか 4K で見てた方が気持ちいいなと思っちゃったので。体験みたいなところですもんね。そうなんですよ、そこには咳してるかな。あ結構人いますよですね。ここではもうみんなビジョンプロしてる人いないから、ここはもう目立ちますよ。我々2人で被っていきますか。勇気いるなぁ、ビジョンプロつけてここ乗り込んだら話題になるけど面白いっすね。それやってみたいけど持ってきました。なんならメタクエスト3も持ってきました。あ、マジっすか。あれこいつ違うぞみたいな。やりますか。ちょっとせっかくなんで。せっかくで。やっぱそのつもりでした自分。マジっすか。はい、もう、もうこのもう合流する時もう。どうしたの。なんかお姉さんがスタックしていて。もう合流する時もやっぱもう陰で行こうって決めてましたからね、やっぱり。マジっすか。ちょっとじゃあ僕もつけたまんま。ドライブすればよかったです。それなんか捕まってたっていうのを見ました。そうですよね。普通に捕まりますよね。ケイシーとかもなんかいきなりブーステッドボードを乗りながら、あの、はい、メタクエストで乗りながら電動スケボーでなんか動画撮ってましたけど、絶対そのうちが速攻来られるから、やったもん勝ちで最初にやってるよね。あ確かにそう、そう怒られる、規定される前にというか、そうルールができる前にやってしまうみたいな。ちょっと自分もそれ、ちょっとそうですね、日本帰ったら規制される前にいろいろ企画やんなきゃ。いやいや、それを規制される人になっちゃうのが危険ですよね。気をつけない。あのまあ迷惑をかけないあれが、そうです、ポイントが難しいです。とりあえずあのスタバでドヤビジョンプロ、それはやらざるを得ないですよね。めっちゃ斜めになってる。よし、じゃあかぶりますか。でこれ外歩くんですか。ちょっと水濡れたくないですよね。一瞬だけあるけど、ほぼほぼ屋根はあるんで、ちょっと考えましょう。
じゃあそんな感じで、はい、とりあえず一旦行ってみます。はい、はい、じゃあ一旦これで止めてみて、じゃあ良かったかもしれない。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.